今から国際経済外交に関する調査会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。さる6日までに金子源次郎君、中西雄介君、二ノ湯聡君、山田修二君、三浦信弘君、里見隆二君、および山崎慎之介君が委員を辞任され、その補欠として松川る君、宇都隆君、上野美智子君、太田夫妻君、宮崎勝君、熊野聖司君、および 河合貴則君が選任されました理事の補欠選任についてお諮りいたします委員の移動に伴い現在理事が3名欠員となっておりますのでその補欠選任を行いたいと存じます理事の選任につきましては先例により会長の指名にご一人いただきたいと存じますがご異議ございませんかご異議ないと認めますそれでは理事に松川瑠衣君高橋光雄君及び河合貴則君を指名いたします継続調査要求に関する件についてお諮りいたします 国際経済外交に関する調査につきましては、閉会中もなお調査を継続することとし、本件の継続調査要求書を議長に提出いたしたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。なお、要求書の作成については、会長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。ご異議ないと認め、採用決定いたします。委員派遣に関する件についてお諮りいたします。閉会中の委員派遣につきましては、その取り扱いを会長にご一任願いたいと存じますが、ご異議ございませんか。 ご異議ないと認め、採用う取り計らいます。本日はこれにて散会いたします。はい